こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。輸出優遇措置を撤廃して初のフッ化水素の輸出され、韓国の勘違いが甚だしいことが再確認されました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。日本が韓国に輸出を止めていた半導体関連材料は3種ありました。7月以来4ヶ月半ぶりに最後に残っていた液体フッ化水素の輸出が許可されました。ところが事態は終わっていません。今後再び輸出を止める可能性は相変わらずで、韓国と和解もしていません。自分たちに有利な状況を作るために下した措置であるとの解釈がされています。日本が輸出許可した液体フッ化水素は半導体製造のためのものです。日本企業ステラケミファが生産したもので、韓国の素材メーカーを経てサムスン電子と SK ハイニックスなどに供給されると伝えられました。日本は三大輸出規制品目であったフォトレジストとポリイミド、フッ化水素の中で液体フッ化水素のみを輸出承認を出していませんでした。武器転用の可能性を言及し、それを日本が輸出規制の理由として掲げた項目がまさにフッ化水素でした。パクテソン産業通商資源部貿易投資室長、7月、日本産のフッ化水素が北朝鮮を含む国連安保理決議の制裁対象国に流出したといういかなる証拠も発見されていないことを改めて明らかにします。今回の許可には様々な背景が作用したと思われます。まず日本の輸出審査過程が原則として最大90日と規定されています。特別な理由なしに許可を先送りした場合、輸出規制として世界貿易機関の紛争解決の過程で不利になる可能性があります。また今回の承認を受けた日本企業の売上高と営業利益が輸出規制以降急減し、韓国企業の素材の国産化作業が成果を収めている点も考慮したという解釈が出ています。韓国企業としては幸いなことだが、緊張を緩めることはできません。それでは韓国国民の反応です。信じられない日本の安倍政権、不買運動で外交的に我々は勝利したんだ、反応を見ているのだろう。1日も早く国産化して日本への依存度を減らすことも愛国だ、脱日本すべき、もう日本旅行に行ってもいい、どうでしたか。どうぞ脱日本してください。日本旅行していただいてたくさんお金を落としてください。私たちは規制をしているわけでもなく報復をしているわけでもなく、そちらが安全保障上信用できないからです。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。